ケープ植民地、ケープ植民地、ケープ植民地、オランダ語は、かつて、オランダ東インド会社が設立した、南アフリカにあった、植民地、ケープタウンを中心に発展し、1795年に、イギリス領植民地となった。南アフリカにおいて、オランダが、最初のヨーロッパ人植民者になろうと計画していた。なお、彼らの行動の結末は、 その他の後世のヨーロッパの侵入をアフリカの土地へ後半にもたらすことにな。最初のケープ定住は1652年にオランダ東インド会社が本国イコール東インド諸島間のオランダ艦船の供給所及び停留地としたことで始まった。3つの艦船を率いた司令官ヤンファン・リーベックが1652年4月6日に後のケープタウンとなる地に足を踏み入れたのである。 供給所は次第に低住者コミュニティとなり、南アフリカの白人層を構成するアフリカーナーらの祖先となった。もともと地元で暮らしていたコイコイ人は強い政治組織も経済基盤も持っていなかった。彼らはオランダ戦と自由に家畜をぶつぶつ交換していた。会社の社員がケープ定流地へ供給するための農場を作ると、彼らはコイコイ人らを迫害し始めた。 対立がヨーロッパ人の地主らの統合、整理を推し進め、コイコイ人社会は崩壊した。1670年代の軍事的成功がオランダのコイコイ人に対する管理の強化をもたらした。コイコイ人は植民地の雇われ労働者の主要供給源となったのである。植民地は奴隷も輸入した。奴隷制度は突然現れ表面的には、 白人のアフリカーナーとその他人種との間の関係のため調和となった。自由民であろうとなかろうと、有色人種はすぐに奴隷たちと同一視された。最初の定住者たちが会社の供給地周囲に広がった後、遊牧する白人家畜農家やトレックボーア、荷車で移動するアフリカーナーたちは、さらに後半に遠く離れ、限られたものは裕福になり、 内部の乾燥した大地の代わりに、沿岸の土地で農業をした。彼らは良質な牧草地を求め、コイコイ人の家畜農からと未だに競い合っていた。1700年頃、伝統的なコイコイ人の牧畜生活様式は消滅した。この時代のケープ植民地社会は多様なものだった。オランダ会社の管理たち、オランダ改革派協会の聖職者も含む、アフリカーナー、 移住した植民者と遊牧するトレックボーアラは会社の中層体する立場から別々に成長していった。恋恋人と国籍の違う奴隷たちはすべて違った法で統治されていた。異なった人種間の結婚と主人と奴隷の同性が生じ、婚結が進んだことで複雑性を加えた。植民者の言語である。 新たに出来上がったケープ特有のアフリカーンス語の出現はオランダ人にはわかりやすくオランダ移民自身が文化変容の過程のためこの言葉を受け入れていったことがわかる1795年以降のイギリス支配で近代南アフリカが宣言した人種隔離政策アパルトヘイトの基本となった社会地体制が確固として据えられた1795年 フランス革命軍がオランダ東インド会社の母国ネーデルラント共和国を占領した。この事態に機敏に動いたイギリスがオランダ東インド会社の所有する領土を占領した。ケープ植民地はフランスがインドで領土を獲得しようとする、どのような潜在的な試みも止められる、会場を管理するのに適した位置にあったからである。1798年。 オランダ東インド会社はその領土と権利等、をバタビア共和国革命軍占領下のオランダ国家へ移管した。そして1799年に会社は消滅した。イギリスとフランス第一訂正、フランスの海外国家バタビア共和国との関係が改善されると1803年のアミアンの和訳によってケープ植民地はバタビアへ返還された。1806年。 名目上バタビア共和国の管理下にあったケープ、植民地はブラウベルグの戦いで勝利したイギリスによって再征服された。同時期のイギリスイコールフランス第一帝政官の和平はあからさまな敵意によって粉々に打ち砕かれた。ナポレオンはバタビアへの影響力を強めてきていたのである。同年にナポレオンはバタビア廃止し、新たにコラント王国を創設する。 イギリスはナポレオンをケープ植民地から締め出すことと極東への交易路を主中に置くことを望んでいた。イギリスは1806年1月8日にイギリス領植民地を発足させた。ケープ植民地は1910年に南アフリカ連邦、現在の南アフリカ共和国の前身が発足するまでイギリス支配下に留め置かれた。連邦に含まれてから名称は ケープ・オブ・グッド・ホープ州、通称である、ケープ州の名が広く知られたとされた。ケープ植民地創設者、ヤン・ファン・リー・ベックの称号は、ケープ植民地司令官、アッパー夫婦で、彼は1652年から1662年まで、その地位にあった。総督の称号は、当時権力を持っていた、オランダ、そしてイギリス両国の植民地行政管理官に、継承され、 長い系譜が残った。南アフリカの高等行政官職は、1847年1月27日から1910年5月31日まで、ケープ植民地総督が兼任した。なお、南アフリカ連邦合併により、ケープ植民地総督職は、1910年5月31日をもって廃止された。ケープ植民地首相は、 南アフリカ連邦への編入により1910年5月31日をもって廃止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。